洞窟ですよこれ。うわうわ岩がもうすげえ。実はねこのシェダン道国立公園の近くに、国立公園ではないんだけれどもすっごいね観光名所があるんだよね。すごい観光名所。うん、これねルーレカバーンズといって、まあ、東部最大の鍾乳洞があるよね。おお鍾乳洞ですか。うん、これが大迫力の神秘的な場所でね。そんな場所が近くにあったんですね。そう、ここまで来たらね絶対に来た方がいいところだよね。いいですね、行きましょう。うん、本日はですねバージニア州ですね、首都ワシントン DC からですね車で1時間30分なんですけども、まあ、さらにね20分ぐらい走ってたところでしょうか。このシャナンドー国立公園とセットでね、ご覧いただきたいのが、今日ご案内いたしますね。後ろ見えてますね、ビューティフルカバーンオブルーレ、ルーレ洞窟です。これが非常にね人気のある洞窟なんですね。まあ、日本でいう秋吉台、秋芳洞にね、当たるような洞窟なんですけれども、このね東海岸のエリアでは一番ね、有名な洞窟でもあるわけなんですね。まあ、国立公園ではないんですけれども、ぜひですねシャナンド国立公園と、もうほんとね目と鼻先、車でだいたいそうですね国立公園からは3、40分でしょうか、行き来ができますので、ぜひねこのねルーレ、洞窟もね、ぜひご覧になることを超お勧めしたいと思います。じゃあ今から洞窟見学に行きます。このねルーレ洞窟はね1878年8月13日にアンドリュー・キャンベル、ベントン・ステグン、ウィリアム・キャンベル含むね5人によって発見されて、発見された年から観光地としても公開されたわけだね。へえ、1878年ってだいぶ古いですよね。そうね、同じ洞窟で有名な世界自然遺産のねマンモスケーブ国立公園や、同じ世界自然遺産のカールスバット洞窟群国立公園も1900年代に入ってから運営されているんで、このルーレー洞窟は、まあ、アメリカで最も長くね運営されている洞窟公園でもあるわけね。そんな歴史のある場所なんですね。そしてねここはねアメリカで最も入場客数が多い洞窟の一つとも言われてるのね。国立公園でもないのにですか。年間でね約50万人、さっき紹介したこのマンモスケーブ国立公園とほぼ同じで、このカールスバット洞窟群国立公園は年間で約44万人くらいね。あまり名前は聞いたことない場所だったけど、地元のアメリカにはとても人気があるんですね。広さはねこれ64エーカー、これはね東京ドーム約6個分に相当する広さになるんだよね。広い。最深部の深さはね79メートル、アメリカで一般公開されている洞窟の中では12番目に大きい洞窟になるんよね。そんな洞窟がシェナンドー国立公園のすぐ近くにあったんですね。それじゃあねこのルーレー洞窟の発見にまつわるね話をしていきたいと思いますよね。この洞窟の発見には当時のね東海岸の人たちの風潮とある人たちの強い思い入れがあったわけね。へえ、お願いします。この洞窟には一体どんなストーリーがあったんですか。この洞窟の発見者の一人にベントン・ステビンという人物がいて、彼はねニューヨーク出身だったんだけど、あるビジネスチャンスを求めてこのルーレーの街にやってきた。それがね巨大洞窟を発見することだったのね。洞窟を見つけるためそれがビジネスチャンスになるんですか。彼がこの町にやってきた1800年代後半は面白いことに洞窟観光が流行っていたのね。特に東海岸に住む富裕層の人たちの間ではとても人気のある娯楽の一つだったのね。へえ、そんな時代があったんですね、面白い。そうだからね、洞窟観光ビジネスは当時大きな経済を生むビジネスチャンスの一つだったわけ。でもなんでルーレーの町だったんですか。当時のねルーレーの町はね人口500人足らずの本当に小さな町だった。でも町の周辺には柔らかい石灰岩の地層が多くて、そのため数多くの洞窟が発見されていることで有名な町だったのね。ステビンはその情報を元にこの町にやってきたのね。
この町にはそんな土地柄の特徴があったんですね。彼は地元の鍛冶職人であったアンドリュー・キャンベルを雇い、早速洞窟探しを始めたわけ。でも洞窟の発見はだいぶ難航したわけね。まあ、地元の人の洞窟ネズミとか幻の追跡者って笑い物にされていたのね。最終的に彼は洞窟探索を諦めようと地元に帰る日取りも決めて、そして仲間と最後に洞窟探検に向かったわけね。この探索が最後のチャンスになってしまうんですね。そうだね、経済的にも長く続けるのは難しかったね。でもその最後の探索で彼らは丘の中腹の岩の窪にある小さな穴から風がね吹き出しているのを見つけたわけ。おお、もしかして。そう、洞窟とつながる風穴なんだね。彼らは1日かけて人が入れるほどの入り口を掘って、ロープとろうそくを持って中に入っていた。そして彼らは穴の底に広がる巨大な空間を見つけるに至ったわけ。すごいドラマのような話ですね。そうだね。当時のね、洞窟発見の様子を彼らはこう語っているわけね。目の高さには何百もの石のつららがあった。つらの底には一滴の水があり、それらはろうそくの明かりを反射し、小さなダイヤモンドのように見えた。壁はキラキラと輝き、その前には床から天井までの巨大な柱が連なっていた。彼らの夢は達成されたんですね。実はそうとも言えないよね。洞窟発見から3年後、ステビンたちはその土地と洞窟の所有権を失ってしまうんだね。へえ、どうしてですか？彼らは土地を購入する際に元の所有者に洞窟の情報を開示していなかったのね。だから裁判の結果、この洞窟のある土地はもともと土地所有者であったサミュエル・ブラッカーの所有に戻ってしまったよね。そんな結果が待ってたんですね。まあ、当時の洞窟ビジネスにはそれだけの価値があったということね。そして土地を買い戻したブラッカー氏が設立した会社によって、今もこのルーレイ洞窟は観光地として運営されているのね。この洞窟にはそんなストーリーがあったんですね。でもね、この洞窟を発見したステーブンス一行は今でも地元の人たちに親しまれているわけね。彼らの発見で今でもルーレイの街にはたくさんの観光客が訪れているわけだからね。そこのルーレイ洞窟っていうのがですね、これ素晴らしいね、鍾乳石のね、洞窟なんだけれども、併設してですね、このね、カー&キャレージ、キャラバン、ミュージアムって書いてますけれども、その通りです。クラシッカーですね。クラシッカーと、昔の馬車ですね、それが展示してあるんですよ。これもですね、共通券になってますから、ぜひこの洞窟を見た後ですね、このクラシッカー、カー&、ね、キャレージね、キャラバン、ミュージアム入って昔のね、車ね、見ていくと楽しいですね。ぜひここもね、重ねてご覧になってください。うわー、すっごい馬車。うわ、昔の蒸気機関のこれすごい、なんかもう、うわ、これ昔の馬車ですよ、これ、ね、完全なワゴンね。うわなんか本当昔なんかカボチャの馬車じゃないですか、なんかいやー面白い、これかわいい、かわいい、こないですもん。いやー素晴らしい、これ